かした。南雲、何をする気じゃ。おやさん、やれ広瀬。この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんね。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、おやさん。もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやってますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい雄太、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ。東京の客人かい。ええ、お邪魔してます。入んなよ。ん、うん、なんだそれ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい。おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたのなりそめ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことを調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は仇の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろう。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、
すみません。ほら、パパのとこ帰んな。それじゃあ、俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて、暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します、親分。松永。キルさん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出ように言うたはずじゃ。それはあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ、全部承知の上だ。このバカたるや、踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。畜生、これが本家からの制裁ちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はが、頭が。何ですかね、そりゃ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃと、こな。よう言うわ。なんも加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うん、ビッタレが。なんじゃ、その態度は。この恩知らずが。こな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東上界の四代目？東上界言うたら東京のあの東上界で。ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリュウの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ、俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだ桐生さんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、あ、うっさ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、
なんだよ隠し事。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな、全然バレなかったよ。ほいじゃけど、そがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。はあ、いや俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから、兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないすか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしくな。覆面どうだった？バレなかったろ。それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもて、せっかくの黒が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが。ん？そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高志ら、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかしもういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょっとおやっさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それでハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか。うん、私ね、辰川君がハルト君の父親なんじゃないかって思うの。はあ、誰なんだ。俺の幼馴染で一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの。ちょうど遥香ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川くんうちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてその時の辰川の電話の相手が遥ちゃんじゃった言うんで。もちろんその時は辰川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でも
その後姿を消したハルカちゃんがハルト君を産んでたってことは。その達川は今どこにいる？ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん？音楽か何かやってたのか？いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。達川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？田頭、踊りなんでそこあんなこと知っとるんだ。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの？マジ意味わかんねえ。田頭、そいつと連絡取れるか？いやー、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロ町か。ハルト、もう少しだけ待っててくれよな。キリュウ、まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん。ハルト、小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。桐生さん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初は親父さんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥って女の子とそこの坊主はね、この町を出てからカムロ町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで曽我のこと一言も聞いとらせんで。どがになったんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前から
いろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが鴨の町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。嘘じゃろ優太、踊れ、何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか、こら。すみません。お前が遥と、なんで早う言わんかったんじゃ、このバカたれ。踊れ、心当たりがあったんじゃろが。それをなんでじゃ。達川がハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんと、その、ゴムとかつけんかったんか。なあ、ユータ、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。雄太本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさ、な、そうだろう。なんじゃ踊れ。お前は増添。なんでお前がここに。増添。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう西洋会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。
なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と辰川でね。それがなぜかって言うと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が西洋会の後継者だからだ。ああ、宇佐美優太は西洋会の総帥老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの。老の息子はジミー・ロー。3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスゾエ。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは西洋会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスゾイよ。西洋会ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから西洋会のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の後目を告げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば何が起きるか分かんだろう。後目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために西洋会歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが、俺と辰川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが西洋会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、西洋会に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ辰川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ、俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前は
その時も何も知らず能天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供をおろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊をおろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。おどれ、勝手なこと言い寄ってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その関さんに中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけやねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で殺すなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後西洋会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。そして組織は雄太を採用会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血まなこになって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる、一体何じゃ。小柄な赤ん坊本気で殺そうっちゅうんか。ああ、あの牢がそんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。
あんたから見りゃそのくだらねえことがあの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒雄に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩見恒雄を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを。あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕ん中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒雄に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら採用会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうが、バカたれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるよう来栖会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてやろう。え？こいつら、ハルト狙ってるか。くそ、なんじゃ踊れな。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。
したらいいんじゃ。カシラ、ハルトをわしに。ナグモ、坊ちゃん、すまん。みんな、町の方へ出ろ。ハルトを頼む。エドラ、잡아라、저쪽이다。こっちや。그놈은건들지마라내가직접처리한다오말한준기난데오마이가ここに그사そこをどけ邪魔だ来ますわ漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ間違いないで赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろそいつらどこに向かったんじゃ操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろどうやらそこに紛れとったらしいで資材に紛れてったどういうことだまあ見たらわかりますわ確かに船ごと身を隠すには持ってこいの場所かもしれん。そういや、増添はどうした？神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃあのけど、おやっさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそういうなよ、たがしら。しかし、坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ？のう、兄貴。あいつらは人言派だ連中の中に半純義がいた間違いねあいつが広島に誰がさらったにしても黒幕は岩見常夫だろう親分俺にはまだよくわからないことがありますなんだこの尾道と西洋会とのつながりですん雄太はガキの頃からこの尾道にいたって話でした増添携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずですさすがだねけど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古いうちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね戦前言うたら70年以上前じゃ会長はともかく老はそこまで年いとらんじゃおうだからその頃の西洋会の頭は老の先代だよで戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな西洋会は牢に代替わりしてた30年前
その時二つの組織をつないだのがさ、ヒーハイツの密航ビジネスだよ。え？ヒーハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ、クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも？そがーなこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、そのヘイハイツの件にはクルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか？ん？ああ、常雄もローと話す機会があったろうな。そうか、それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが、兄貴。ん？ほれ、アジア街でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那味道的土地深藏着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。なんなら？クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持っとるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実すか？大道寺、おお、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですわ。陰で日本の政治を操っとるっちゅって。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって、どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、桐生さん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが？あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。待たせて悪かったな、ハルト。
綺麗さ。やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見つねおも牢もその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。兄貴、ようご無事で。ハルトは取り返してきたぜ、ユータ。ハルト、怖かったよな。俺のせいでお前とお前の母ちゃんは。おう、やるぞ。もう帰るぞ。反純喜が撃たれた。ああ、誰にどこから撃たれたのかは分からなかった。犯人はその後すぐに消えちまったようだ。そいつも常雄の手のもんだろうな。しくじった半純儀にけじめつけたってことか。撃たれる前、半純儀は尾道の秘密を隠しているのがクルス会長だと言っていた。西洋会の牢も尾道の秘密を気にかけてた。その秘密ってのは俺らが思っているより岩見恒夫や西洋会の殺し合いに深く関係しているのかもしれない。ほいじゃあうちの会長が何もかも裏で糸引いとるっちゅうことですかい。いや、クルス会長と恒夫の親子は
別個に分けて考えた方がいいな。特に常雄ってのは見かけほど父親の言いなりじゃねえんだ。どういうことです？もともと会長は常雄に裏の家業を継がせる気はなかったんだ。で、陽明連合会の跡目は小清水に継がせるつもりで若頭につけたんだけどな。ところがどっこい、いつの間にか常雄はその小清水を手なずきしまって自分のいいように動かしてる。嫌味常雄はありがちな野心家の二代目だけどさ、それが案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長も苦い顔してるよ。親分はクルス会長とはどういう？まあ茶飲み友達みたいなもんかな。え、ほんまですかい？年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。ただそれでも俺は尾道の秘密なんてもう会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。あの、それより兄貴、ハルトは今夜どうします？ここに置いとってもまた本家の連中に狙われるかもしれんで。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。この町はあそこが一番マシだろう。あ、そうっすか。お前も来い。狭いとこだが何とでもなる。いんすか。ああ、遠慮なんかするな。ありがとうございます。だな、西洋界の血の掟が息子を私への最悪の資格へと変えてしまった、うん、ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる？その通りだな。我々西洋界は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても西王会を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、西洋会の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは私を殺そうとするある男の意志だ。何の話だ？その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今我々西王会の血の掟を逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。
どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは広瀬の親父さん。そうだ。バカな。それじゃああの親分がユータを道具に使ったってのか。あれはアジア街を手にした私が息子のジミーローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々採用会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミーローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね、あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美優太をあんたにくれてやる。あいつには西洋会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ、この条件で飲めねえっつうなら優太に全部話しまうけどな。この赤ん坊があいつの子で、あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ。そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それに手下ども同じ10人か道連れにさせてもらうわ。それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの手下な、立川と松戸へすぐ引き上げさせろよ。それと西洋会の神室町撤退には一月だけ時間やる。尾道の秘密はさ、あれ守るために
俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね。もしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよ。傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸呑みさせられた。広瀬との交渉を終えた私は、まず増添と達川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに石見恒雄へ寝返っていた達川は連絡を断ち、そして神室町のあのひき逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は私の殺害以外にない。それで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた。信じられないか。ではあなた方に赤ん坊が雄太の子供だと告げたのは誰だ。宇佐美雄太。増添や達川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは、そしておそらく殺されたという増添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ力の根源が。極道が長生きをするといろいろなものに縛られる。私は組織の知能を着て、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だった雄太を捨て駒にするまでになり下がった。信じられるかよそんなこと。おやっさんがそんなバカな。それを確かめる方法が一つだけある。なんだ。尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を現すはずだ。ただしもしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。尾道には決して起こしてはならない秘密が眠っている。
しかし宇佐美優太が牢を一目損ねた以上、牢は必ず秘密を暴こうとする。70年守り続けてきた秘密が今になってさらされるわけですか。尾道の秘密は私の血であり肉であった男たちの犠牲の上に守られてきた。そうだろう。そしてこの先も守り続けるためにはまた新しい犠牲が必要になった。やってくれるか、広瀬。田頭、どこだ。兄貴、こっちじゃ。暗号が差し取ったのはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びついとる。兄貴、そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ桐生さん。頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんが早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るためにあんたは雄太や春人、そして遥のことも道具に使ったのか。おい高頭、そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやっさん、ほんまにおやっさんは尾道の秘密を守っとるんですか。おいじゃけ雄太を牢と差し違えるように仕向けたんですか。そこをどいてくれ。高頭があそこへ行っちまう。あんたとのんびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあどいてくれよ。頼むよ。なんとか言え、広瀬。そこをどけって言ってんだ、この野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。
広瀬の親分。兄貴。お、おやさん。俺の負けだな。なんなんじゃ。にあった。でかいレバー動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。田頭、踊れがこれを。じゃない。それを超える超大和型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。終戦時未完成に終わった日本の最終兵器、歴史上は計画だけで終わったとされる世界最大の戦艦岩見造船は、その建造を極秘のうちに軍から命じられていた。お、親父。建造当時、戦争で不足する労働力を補うため、私は採用会を通じて戦災から逃げていた中国の戦争難民を集めてもらった。採用会の総帥員がこの尾道の秘密を知っていたのはそのためだ。ロウは先代から秘密を受け継いだと言っていた。不幸にも戦艦は完成を目前にして終戦に間に合わなかった。そのために岩見造船が抱えた莫大な損失は、しかしある人物から補填されることになった。ある人物。旧日本海軍将校
大道寺実。大道寺実、どっかで聞いたよな。大道寺は日本の存亡に関わるとして、それまで独断で超大和型の建造を進めていてね、言ってみれば戦費の横領だった。露見すれば当然破滅だから、戦後占領軍からの武装解除命令の際にも戦艦を隠し通すことにしたのだ。そして全てを極秘とする代わりに、大道寺は私に償いを約束した。償い？思い出した、大道寺言ったら昭和の黒幕とかいう爺さんの名前じゃ。さっき危篤じゃ言うてニュースになっとった。そうだ、占領軍が去った1952年、破滅を免れた大道寺はいつしか戦後内閣の黒幕ともいえる存在となっていた。彼は裏の金で石見造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。そうやって私は政府のさまざまな人間と裏で通じることになった。そこで生まれたさまざまなしがらみは政界の人々に複雑な根を張り巡らし、それは現代の政界にも引き継がれている。政界と私の長年の癒着を明るみに出すあの超大和型の存在は、大道寺はもちろん今の政界にとっても決して掘り起こされてはならないもの。そして陽明連合会はその秘密を守るために作られた組織だった。なんだと？組織は戦艦建造に関わった石見造船の幹部たちで構成され、決して秘密が漏れないように相互に監視させた。ただそのためだけの組織だった。だからこそ広島の極道は独立を保ち、外に勢力を広げていく必要もなかったのだ。だが終戦から30年という節目を迎えた時、大道寺はその後も永久に秘密が守られることを約束するよう私に迫った。その頃には秘密を知る尾道の生き残りも高齢でわずかな人数になっていたが、私は彼らの皆殺しを決断したのだ。なんちゅうことを。その時私は尾道の同胞たちの殺害を広瀬に命じた。広島で一番の腕を持つ男にな。広瀬の親分、あんたはなぜそこまでして、いくら親の命令だろうが、あんたは一体。別に分かってくれなんて言いやしねえよ。古い話だしな。原爆で親も親戚も死んで焼け野原になった広島でよ、俺は愚連隊作って暴れ回ってたもんさ。俺がまだ14の時だ。ある日仲間の一人が妙なこと言い出したさ。石見造船の事務所に盗みに入ろうってな。俺は気乗りしなかったぜ。でも俺も親分派だ、気取ってたからさ、やめようなんて言えなかった。で仲間たちと押し入ったんだ。でも
このガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。なんだ造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコウが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ、待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。来るな。おい、すまなかったな。だが元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い、面倒見てやる。え、どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中と愚連隊なんぞ続けても先はないぞ。仲間はどうした。うちの者が少し懲らしめはしたがな。もう帰ったぞ。え、この一件誰の差し金かと聞いたら、お前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか。そんな連中とつるんで何ができる。何の意味がある。昨日までの自分を捨てて家へ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は余命連合会の顧問になった。でもすぐには馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこいなんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ、親父に。
喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、クスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました。親父、何でしょう。最近はどうだ。え、あ、はあ、ぼちぼち、なんとか。広瀬、お前にとって私は何だ。え、あ、はい、陽明連合会の会長、そして岩見造船の社長、それからとにかく器がでかくて金も力もあって、そう完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。岩見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、それこそが最も大きな喜びだ。陽明連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい、ご恩を忘れたことはありません。だが闇造船も陽明連合会も全てなくなってしまうかもしれん。え、なぜなぜです。尾道にある秘密が眠っている。え、その秘密が明るみに出た時、会社も組も終わる。無論私も終わりだ。何なんですか、その秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父を揺すってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です。尾道のどこのもんですか。残念だが人一人決して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ一体どうするよ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますから。ねえ親父。広瀬、筋が通らない話だが、それを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、闇造船と陽明連合会を消し去り広島を揺るがしかねないその秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る。そうだ。秘密の中身を聞かされずとも、その秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。中身も聞かされず生涯をかけて、それは確かに中身も知れない秘密を守ることはとても辛く大変な覚悟が必要なことだ。
いえ、わかりました。そうか。でもその返事は私の覚悟を見てからでいい。え？お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい俺でも。私だ。ああ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。兄貴。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする、警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度とキックも起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺す羽目に。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって、本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたならわかるだろう。わかんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下、仲間だった者たちの屍に守られてきた。キリュウさん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやっさん。なぐも、何をする気じゃ。おやっさん、やれ。広瀬、この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれ。何をしている、広瀬。ダメ
なんですよ、親父。こいつは、南雲は。おやっさん。そうだ、お前頭悪いから、尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけ。な。親父、こいつだけは勘弁してやった。今さら日和寄って。おやっさん、お前にはもう一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと。戦艦が跡形もなくなれば私は大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや。ほっとけ。え、あの人ももう終わりだ。すげえなあ、あれ。俺もさ、尾道の秘密ってのが何なのか本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうな、あんちゃん。親分。南雲。なんじゃ。松永。おやっさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっとります。じゃけえおやっさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ。兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ。まさか、おやっさんがわしらの父親を。どこかにいる私に似た誰かに。ごめん。